福場大学文部科学省が実施しているスーパーグローバル大学事業のトップ型指定校である。広島大学と共に急に分離大である。1872年、明治5年に日本で最初に設立された師範学校をはじめ元とする東京師範学校、後東京教育大学を前身とする大学で昌平坂学問賞。 小平校を一部引き継ぐ形で設立された経緯もあり、その創立は日本で最も古い大学群の一つとなる。キャンパスが境愛で分散していたので1963年、昭和38年8月27日に、閣議決定された筑波研究学園都市への移転が議論されたが、教授会館の意見のずれ、学生運動による入試中止があり、大学改革議論の中で、 1973年、昭和48年10月に新高層大学として、東京教育大学を母体に発足した。筑波大学は、筑波キャンパスの他に、旧東京教育大学の敷地の一部も所管している。東京都文京区大塚の旧東京教育大学の本部敷地には、東京キャンパス、文京校舎、旧省、大塚地区として、首都圏にある、 付属学校を統括する学校教育局と社会人対象の夜間大学院である大学院ビジネス科学研究科、法科大学院や各種研究センターを設置している。現在の国立科学博物館は1889年、明治22年から1914年、大正3年に東京教育博物館として再独立するまで、 東京高等師範学校の付属機関として存在した。前身の東京教育大学は4つの学校、東京分離科大学、東京高等師範学校、東京農業教育専門学校、東京体育専門学校を母体としており、さらに、筑波大学になってからも2002年、平成14年に、所管情報大学と統合するなど、 様々な機関の歴史を背景に現在へと至っている。開かれた大学、柔軟な教育研究組織、新しい大学の仕組みを基本理念として以下の目標を掲げている。つくば大学のキャンパスは大きく分けて、つくばキャンパス、東京キャンパスの2つに分かれている。つくばキャンパスの面積は2、577、286メートルと、大学の単一キャンパスとしては、 国内第2位の大きさであるちなみに第1位は九州大学伊都キャンパス第3位は広島大学東広島キャンパス総面積では第1位は北海道大学第2位は東京大学第3位は九州大学ほとんどの教育研究活動はここを中心に行われている東京キャンパスは社会人大学院などのために使われている 開学以来、研究と教育を分離しており、これは一つの特徴となっている。さらに、教育組織としての教養学部が存在せず、開学から全学共通の一般教養と学軍、学類ごとの専門教育を並行で受講する、くさび型教育体制をとっている。これは1991年の大学設置基準の対抗化を先取りした形になっている。 特に、医学専門学群は、旧来の2年生進学課程と4年生、専門課程の区別を廃した6年一貫教育を、日本の医学部で初めて行い、その後、筑波大に追随して6年生一貫教育を、実施する新設以下大学も現れめている。大学院には14個の研究科、大学には9個の学群、2006年度以前の、 入学者が属する学群は7個がある。研究施設として、全国共同利用施設が2個、学内共同教育研究施設が27個ある。タイムズハイアーエデュケーションのザ世界大学ランキング2019から2020では、第401から450位、アジア第55位、国内第8位である。2019年1月24日、 軍事利用を目的とする研究は行わないとの基本方針を発表した。国内外の軍事、防衛機関から資金提供を受けて行う研究など、成果が軍事転用される可能性がある場合は、学内で事前審査する。積極的に産学連携活動を行っており、筑波大学発ベンチャー数は平成18年度末で61件、日本の大学で 第3位である。また、平成18年度の大学発ベンチャー新設数は発見、日本の大学で第1位出る。2008年11月より、学生活動支援 GP に採択されたつくば、アクションプロジェクトが開始されている。これは、学生の主体的な活動を支援する目的で、大学、教員、学生の総合的な支援ネットワークを構築し、 活動のスタートアップサポートを行う組織である。遠隔説の主要な出展は公式サイト。本学は1970年、昭和45年に、成立の筑波研究学園都市建設法及び1973年、昭和48年に、改正の国立学校設置法、2004年廃止により、設置された。 本学の前身であった東京教育大学は、1978年、昭和53年に閉鎖された。2002年、平成14年、国立学校設置法の一部を改正する法律、平成14年法律、第23号により、図書館情報大学と統合した。交渉や大学名所帯、基本職などの規格と使用基準を定めている。 司法という名の発行ものもあるように紫色は、筑波大学のキーワードとなっている。スクールカラーは、であるが、その仕様は、義務付けられてはいない。例えば、全国レベルで活躍する、修級部のユニフォームは青色、バレー部のユニフォームは緑色である。筑波大学の交渉は、53の東洋型である。この東証は、東京高等師範学校の附属小中学校、現、 筑波大附属賞、同附属中、高で1888年11月に、交渉として制定されたことに期限を持つ。これは、明治天皇の行行の際、皇室の御紋賞である五十七の当賞を交渉に、用いる用御座たをいただいたことによる。しかし五十七の霧では不敬にわたることがあって、鳩の理由で五十三の霧となった。その後、母体である、 東京講師においても1903年に改定された東京高等師範学校生徒記章で制定され、1949年制作の東京教育大学学生バッジにも受け継がれて、現在に至る。切門と呼ばれる図形は、菊花紋章と並んで、日本国の伝統的な紋章として用いられているが、筑波大学の交章は、花の部分のみ、影で表現される独特なものである。 平成22年度より開学の理念を象徴する、スローガンとして、イマジン・ザ・フューチャーを使用しており、掲示物に取り入れられているほか、横断幕などが、学内の至るところで掲用されている。公案は、OB e の市倉博氏による、公式配布物である、学生便欄に、学生家、日立屋の及び、つくばのま,まの歌詞が掲載されていることから、 実質上の効果になっていると言える。日立ちやのは入学式、卒業式の時に歌われる。入学式には、新流星に歌詞が配られ、伴奏の元効果練習が行われる。しかし、学生の中に浸透しているとは言い難く、体育会の学生の間では専用歌、霧の葉がよく歌われている。また、イマジンザ・フューチャーの合唱を通している学生も、見受けられる。 教育研究上の基本となる組織の一つで学生、大学院の学生などを除くが所属する教育組織である。大学院が部局化されていない多くの大学の学部や学科では教員と大学院生もこの中に含まれが学類、学系性では教育組織としての学軍、学類と教員及び大学院生が所属する研究組織としての学系が異なる体系で存在している。 この分類は、筑波大学以外に、福島大学、大美林大学などで採用され、増加傾向にある。筑波大学の学群・学類制度は、学際性、分離融合などの観点に基づいていた。当時、学類の英訳がカレッジであり、ナンバー学群の英訳がクラスター・オブ・コリッジスであることから、他大学の学部、学科とは異なる観点から区分されていたことがわかる。 しかし、受験生や社会一般に対して理解しにくいという評価が長年あったことや、2000年から2001年にかけて行われた大学院の再編などを受け、学群、学類の再編成を行うことになり、2005年7月21日に正式発表された。主な変更事項は、以下の通り、想定員に変更はない、2007年現在、平成19年、 2007年度新入生から適用される。なお、2006年度までの学軍学類制での入学者、及び2008年度までの3年次編入学生は、卒業するまで所属に関する変更は行わない予定である。2008年度までの3年次編入学生は、従前の学軍に属することとなる。2020年度より、学位プログラム制へ全面移行する。 また、最終的には、大学院の一組織化、一学術院化を目指すとしている。なお、専門職大学院など一部の専攻は、研究群には組み込まれない、各学術院の一専攻として、教育活動が行われる。2020年度入学生については一旦現在の、専攻のもとで、学生募集し、入学試験に合格した者に対しては、新しい組織のもとで、 教育活動が行われる。また、教員の主担当変更に伴う、所属の変更や複数学位の一本化などがあるため、新たな組織の研究群、専攻や授与される学位は、従前の組織の専攻学位とは、必ずしも1対1対応しない。それまでの8研究八85専攻は、学生の在学中は、新組織と並存する。 筑波大学の社会人大学院は、現在では、ビジネス科学研究科の3科ほど5選考と、人間総合科学研究科2科ほど4選考を有している。特徴。特徴大学、または、大学院課程で分野を横断する、学位プログラム等の実施、運営を行うことを目的として、2011年12月に設置した。 2011年10月から新たな教員組織として10の K を設置した。教員は原則としてこのいずれかの K に属する。K の設置以前は教員研究組織として学系が設置されていたが、実際には教員は大学院研究科に所属していた。学系の役割は失われており、2012年3月をもって廃止となった。 筑波キャンパスの図書館は、中央、体芸、医学、図書館情報学の4館に分かれる。日本の大学図書館としては、珍しい全面開花方式をとっており、貴重書などを除いて利用者が本を自由に手に取ること、できる。さらに、学生、教職員ならば、すべての図書館を自由に利用でき、学会社も、所定の手続きを取れば、利用可能としている。 延べ入館者数は年間100万人を超える。中央図書館の蔵書数は約176万冊で分離を問わずあらゆる分野の本を揃える。体芸、医学、図書館情報学の各図書館は各分野に特化した蔵書が主であり、蔵書数は各館とも20万冊前後である。上記4館のほか、東京キャンパスに大塚図書館がある。 付属学校は11校あり、付属学校教育局が統括している。また、前身である東京教育大学閉学の際には、大学本体のみが茨城県つくば市へ移転し、各付属校は元の場所に残された。平成16年4月1日の国立学校設置法など廃止、国立大学法人法など施行に伴い、国立栗浜養護学校は、 つくば大学の付属校となった。平成19年4月1日の文部科学省令の改正により、特殊付属学校は特別支援学校と名称を変更した。なお、つくば大学の同窓会である、妙形会は、茨城県つくば市に、明啓学園中学校、高等学校を運営している。同校は、妙形会設立100周年の記念事業として、 また、付属校が、筑波研究学園都市に移転できなかった事情もあり、同地に創立された。この不死の主要な出展。この不死の主要な出展。この不死の主要な出展。採択4件、採択1件。システム情報工学研究科コンピュータサイエンス。専攻は、2006年9月に、文部科学省の先導的、IT スペシャリスト育成推進プログラムの採択を、受け、 プロジェクトコード IT 人材育成のための実践的ソフトウェア開発編集プログラムを発足している。ソリューション型研究開発プロジェクトは代表的な修了者として大沢翔平、AI 研究者や古橋貞之、メッセージパック開発者といったコード IT 人材を輩出している。2020年東京オリンピックパラリンピック競技大会に向けて 文部科学省が実施するスポーツアカデミー形成支援事業の委託先大学 A タイプに採択されたオリンピズムの普及とスポーツ医科学研究の推進を図るため同じく採択を受けた鹿野体育大学及び日本体育大学と連携し各国の体育スポーツ系大学とのネットワーク構築を目指しているシステム情報工学研究科は 2006年4月に日本経済団体連合会経団連の高度情報通信人材育成部会から高度情報通信人材育成に係る重点協力拠点認定を受けている。大学負担による経済協力開発機構 APEC の研究プロジェクトではタイの根ン大学と共同で数学及び科学に関する研究を行っている。筑波大学には という大学公認の学生組織があり、一般的な大学での自治会の代替的組織として、学生の大学生活面における諸問題について、大学側と接触を行っている。筑波大学には、サークルの登録制度があり、課外活動団体、大学公式サークル、一般学生団体、大学登録サークル、その他の団体、大学非登録サークル、 総サークルの3段階に分けられる。課外活動団体は、大学教員を顧問とし、代表及び副代表は置き、産経と称される、文化系サークル連合会、文差、体育会、芸術系サークル連合会、芸者の3団体のうち、いずれかの団体の審査を受けて、正式加盟していることが、団体として認定される、必須条件となっており、 司法会からの活動援助金支給、大学からの物品支給、サークル活動場所、ミーティングスペースや荷物置き場の提供、施設予約の優先などの権利が与えられる。一般学生団体は、大学教員を顧問とし、代表及び副代表を置くことが、登録においての必須条件となっている。体育系の団体は主に体育系サークル間を、文化系、芸術系のサークルは、 文化系サークル館を中心にスペースを持ち活動している。4月の入学式後には、新関西と呼ばれる、新入生歓迎とサークル勧誘を目的とした、イベントが第一エリアを会場として行われている。旧図書館情報大学のサークルは、統合後の部員現象により、その多くが解散、統合した。残っているサークルは文佐、芸佐の所属により加害活動団体としての存続。 もしくは一般学生団体として存続するなどしており、今でも春日地区において活動を続けている。医学系の学生を主な対象とした医学支部も設置されている。ダンス部は国立大学屈強の一つであり、全日本高校大学ダンスフェスティバルでは文部科学大臣賞優勝を平成13年から平成19年にかけて5度受賞している。 剣道部は、私立の体育大学と対等に勝負できる実力があり、全国大会の常連であり、優勝経験もある。筑波大学には、毎年11月の金、土、日に筑波キャンパスの体芸棟から第2、第3エリアまでを使って行われる、総防祭、総法祭という名称の学園祭が存在する。模擬天祭と揶揄されることがあるほどの模擬点数。 特に飲食関係が特徴であるが、2001年より学内の研究成果の公開を目的とした学術研究企画が始まった。中でもそのきっかけとなった MRI による骨粗ツ症症診断はユニークな企画として大変な人気となっている。なお、学園祭の運営は全学学類専門学群代表者会議の下部組織である、 学園祭実行委員会によって行われているが、過去には学生側と大学側が衝突する事態も発生し、1980年と1984年の2回、大学側によって中止が決定された。その他に、宿狩祭、り、宿舎祭という、毎年5月末の金、ね、土に閉鎖宿舎地区を使って行われる祭りが存在する。各宿舎に入居する学群一年生の多くが、 クラスごとに模擬点を出すのが慣例となってる。伝統的な企画としては、床根、床田コンテストという有志団体による対抗パフォーマンスイベントと、各学軍が制作した見越しによるイベントがある。運営は他の組織とは独立した組織である宿舎祭実行委員会が行っている。かつては多数の学類史が存在したが、2011年現在、存在するのは、 以下の三種である。スポーツは大学スポーツ協会には参加していない。筑波大学のメインキャンパスである。敷地面積が広大なことから、日本の大学としては得意なキャンパス交通システムを構築している。期間有効のパスを購入することによって、学内を交通しているパスが一年間乗り降り自由となっている。東京キャンパス、文教校舎は以前は大塚キャンパス。 後日の秋葉原地区設置後は東京キャンパス大塚地区と呼ばれていた。かつての東京教育大学の跡地にあり、その一部は文京区の教育の森公園等になっているが、現在も付属小学校が存置されている。また2011年9月に放送大学との合築による文京校舎地下1階、地上6階が整備され、 生涯学習のための拠点機能を持ったキャンパスとして位置づけられている。つくばエクスプレス開業に合わせる形で、秋葉原大ビル内1 4 1号階に秋葉原地区が設置されていたが、文教校舎の整備により廃止された。また、文教校舎の工事期間2010年3月より2011年8月までには一時点先として、 文京区小日向の旧文京区立第五中学校や、千代田区神田神保町の住友不動産一橋ビル、及び住友神保町ビル一部を利用していた。筑波大学には、以下の4つの宿舎が存在する。定員は、約4000人であり、すべて筑波キャンパスにある。開学当初、民間による学生向け下宿の供給が見込めなかった、ことから、学生の 約6割を収容できる規模で計画された。しかし、開学後に大学周辺における学生向け下宿の供給が進んだことを受け、収容する学生の割合を4割台に減少させる計画変更が行われた。以前は1年生、2年生のほぼ全員が入居したが、現在はほぼ1年生だけになった。団地のような規模であり、開学当初は贅沢すぎる学生量として、 マスコミに批判された。筑波大学においては、大学が認める、正教組織はないため、学内のすべての売店、食堂等は、筑波大学構成会を通じて入居した一般の業者が営業している。筑波キャンパスには、講義棟や学生宿舎教養棟、本部棟などに、約20カ所の食堂がある。一般的なカフェテリア以外にも、喫茶店やそばや。 スープレストランなどもある。2007年12月には、旧第3エリア名店街がリニューアルし、フードコート形式となった。2008年3月には、中央図書館内で、スターバックスが営業を開始した。店舗の数も多く、パン、弁当の出張販売が、各エリアで行われている他書店が6カ所。ATM は、常用銀行は3カ所に、ゆうちょ銀行は2カ所にある。 郵便局、画材店、コンビニエンスストア、旅行代理店、大学グッズ専門店、教職員向けの保育所なども存在する。筑波大学は、1982年の日本の大学教授史上選挙率、常勤講師以上では、東大、京大、東北大に次ぐ4位だが、1982年の筑波大学自体の教授陣の自給率は18位より、下であり、 た大学出身の教授たちが多い。そのために教授陣の結束が弱く、つくばイタニア、東京分、離科、大学設置などの重要な契機に内紛が起きた。筑波<の>市北条で北条米を生かした。地域振興に協力している。また、筑波大学の学生は北条米を使ったアイスクリーム北条ベースクリームを開発した。本大学総合研究ビームには。 コミュニティ放送放送局であるつくばコミュニティ放送の送信書が置かれている。5. おさむき